コミックストリップ、コミックストリップとは、ストーリーを一連のコマやイラストレーションにより伝える、漫画作品のことである。漫画家あるいは画家によって執筆され、新聞やインターネット上で連載されるもので、アメリカでは特に新聞漫画を指す。コミックストリップ、滑稽な歯切れという名称が示す通り、ビートルベイリー、ハイアンドロイス、ヘーガーザホリブルなどユーモラスなギャグアデーギャグエデー。 毎日掲載のギャグ漫画作品が一般的である。他方、ジャッジ・パーカーや小さな孤児、アニーなどの連続ドラマもののコミックストリップのように、シリアスな内容でもコミックとして受け止められているものもある。校舎については、漫画家ウィル・アイズラーによる造語、シーケンシャルアート、シックエンシャルアート、連続的芸術という呼称もある。 コミックストリップは1865年のドイツで描かれた絵物語、マックスとモーリッツに遡ることができる。これは、もじゃもじゃ、ペーターのようなドイツ児童文学の流れを組むいく変化、教訓物語である。いたずらこそマックスとモーリッツが、穀物の袋に投げ込まれ、引き薄ですりつぶされた挙句、課長の群れの餌にされてしまうというストーリーである。 マックスとモーリッツから着想を受けたカッツェンジャマーキッズはおそらくは最初の現在的な意味でのコミックストリップであるドイツ系アメリカ移民のルドルフ・ダークスにより1897年に表された痛みの火花登場人物の発言を表す吹き出し、いびきを表すノコギリなどの漫画の寛用表現はダークスから始まったアメリカにおいては ジョーゼフ・ピューリツァーとウィリアム・ランドルーフ・ハーストによる新聞各版競争から大規模なコミックストリップ人気が沸き起こった。ザ・リトル・ベアーズ、1893年は特定のキャラクターが繰り返し登場するアメリカにおける最初のコミックストリップであった。1897年に最初の日曜版漫画の一作品として掲載されたイエロー・キッドは最初のカラー漫画であり、 イエロージャーナリズムという用語の語源となった。1907年に登場したマットとジェフは最初の日韓連載漫画である。カッツェンジャマーキッズはコミック誌における最初の反権訴訟の一例と関わりがあることでもよく知られている。ダークスがピューリザーの下での交代偶を求めてハーストの元を去った際に、ハーストにはカッツェンジャマーキッズの名前を使用する権利が与えられ、 制作者のダークスには同キャラクターの使用権が与えられるという非常に珍しい判決が下された。ハーストは即座に漫画家ハロル・ドクネルを雇いカッツェンジャマー・キッズの新シリーズを執筆させた。一方ダークスは彼自身のカッツェンジャマー・キッズをハンスとフリッツと海題した後のキャプテン・アン・キッズ。こうしてライバル企業同士から配給されるようになった二作品の カッツェンジャマーキッズは、以降数十年にわたり、新聞の漫画ページを飾り続けた。ダークスの作品は、最終的に、ユナイテッドフューチャーシンジケートから配給され、1979年まで続いた。数百作品ものコミックストリップがこれに続き、数十年にわたり連載され続けている。この用語はもともと2コマ以上何個まであってもすべての漫画を指していたもので、 今もイギリス英語ではこの意味で使用される。ヨーロッパにおいては漫画雑誌にも連載され、3ページ以上にわたるものが多い。現在のアメリカでコミックスストリップというと短いニュースペーパーコミックストリを指す。アメリカ英語で2コマ以上のすべての漫画を指す言葉としてはコミックスが用いられ、新聞上で見られる漫画もコミックスと呼ばれることもある。 ニュースペーパーコミックストリップ新聞漫画とはインターネット上やコミックブックや雑誌ではなく文字通り新聞史上で最初に発表されるコミックストリップのことある。最初の新聞漫画は20世紀の初めにアメリカで誕生した。しばしばイエローキットは最初のコミックストリップとして紹介されるが、 この文章と絵画を混合する表現形式は徐々に発達してきたものであり、多くのコミックストリップの原型が存在する。ニュースペーパーコミックストリップはデイリーストリップ、毎日掲載の漫画とサンデーストリップ、日曜版漫画に分類される。デイリーストリップは通常月曜日から土曜日の紙面に掲載され、白黒印刷される。サンデーストリップは、 デイリーストリップに比べるとより大きくカラー印刷される。アメリカのニュースペーパーコミックストリップは日本の新聞漫画とは異なり、特定の新聞に特定の一本の漫画のみが連載されることはなく、シンジケーションにより各新聞社に配信された複数の漫画作品が専用の漫画セクションに連載される。また、コマの数も4、コマとは決まっておらず、 作品によってはエピソードによってコマの個数が変動することもある。デイリーストリップとは日曜版に掲載される 3D ストリップに対し月曜から土曜までの新聞市場で掲載される新聞漫画である。通常のデイリーストリップは白黒印刷であるが20世紀後半以降に創刊されたいくつかの新聞ではカラーのデイリーストリップが掲載されている。 横長のはぎれ、ストリップ状に並べられた正方形か円形、あるいは縦長の長方形のコマ、パネルが主要な形式である。必ずではないが、普通のストリップ、コマ漫画はいくつかの小さなコマに分割され、コマからコマに渡り連続している。これも必ずではないが、普通のパネル、一コマ漫画は分割されることはなく、連続性も持っていない。 ピーナッツはストリップであり、ワンパク、ベニスはパネルである。初期のデイリーストリップは大きく、しばしば新聞紙面の横幅いっぱいを使って掲載されており、多くの場合は3インチ以上の縦幅があった。最初は新聞の1ページには1本のデイリーストリップしか掲載されておらず、通常はページの上端か下端に配置されていた。1920年代までには、 多くの新聞が複数の漫画を揃えた1ページの漫画欄を持っていた。長年のうちにデイリーストリップは徐々に小さくなり、2000年までには1本のデイリーストリップに占領されていた私服に4本の標準的なデイリーストリップが収められるようになった。ニュースペーパーエンタープライズアソシエーションシンジケートは2列分にわたるコミックストリップ。 スターホークスを掲載するという実験を短期間試みた。しかし数年後にはスターホークスは通常の一列分に縮小された。ほとんどのコミックストリップの登場人物はその連載期間に関わらず年を取ることはない。しかし、リン・ジョンストンによるフォーベターオアフォーワースのよういくつかの漫画においては登場人物も年を取る。 最初の年を取るキャラクターが登場した漫画はガソリンアレイであった。コミックストリップの歴史にはユーモラスな作品だけでなくドラマティックなストーリーが展開する作品も含まれている。例を挙げればザ・ファントム、プリンス・バリアント、ディック・トレイシー、メリー・ワース、モデスティ・ブレイズ、そしてターザンなどの作品がある。これらのドラマティックなコミックストリップはスーパーマニア、 バットマン、アメージング・スパイダーマンなど、いくつかはアメリカンコミックからのスピンオフ品であった。これまでこの記事で言及された全てのコミックストリップは人間を物語の中心に据えているが、多くの漫画が主な登場人物として動物も含めている。これらの作品には登場する動物が言葉を喋れないもの、マーマデューク、言葉を喋るが人間には理解できないもの、 ガーフィールド、ピーナッツのスヌーピー、人間と動物が会話することができるもの、ブルームカウンティ、ゲットファジーがある。これら以外に、ポゴやドナルド・ダックなどの漫画は完全に動物を中心に据えている。ゲイリー・ラーソンのファーサイドは主要登場人物が存在しないという点でユニーだった。ファーサイドではその代わりに人間、怪物、宇宙人、鶏、牛、虫、 アメーバその他の様々なキャラクターが登場する。ワイリー・ミラーは、人間と動物や架空のキャラクターの混交だけでは飽き足らず、いくつもの異なる漫画を一つのタイトル、ノンセック・イートルの下に連結させた。1972年から開始されたボブ・セーブスのフランク・アンド・アーネストは、動物や野菜、鉱物他の姿をした人間のようなキャラクターが登場する、一群の漫画の先駆けとなった。 コミックストリップは長年にわたって社会を映す鏡であり続け、ほとんどその開始から政治的あるいは社会的な論評に用いられてきた。この範囲は小さな孤児、アニーの固い保守主義からドゥーンズベリーノのホーズなリベラリズムにまで及ぶ。前述したポゴは多くの同時代の有名政治家をポゴの大きいフェイキーシッチ、役中、ジョージア州とフロリダ州の宗教にある広大な 霊探地に住む動物たちとして義画化することにより、絶大な効果をもたらした。1950年代に、ポゴの作者ウォルト・ケリーは、大胆にも、ジョセフ・マッカーシーを題材にした。マッカーシーはシンプル、ジェイ・マラーキーという名のオス猫として義画化され、バードウォッチングクラブを乗っ取り、好ましくない人物を残さず、追い出そうとする古代妄想教として描かれた。またケリーは、 コミックストリップという表現媒体をマッカーシー時代の政府規制から可能な限り守り抜いた。性的かつ暴力的かつ反政府的な内容を持つと考えられたアメリカンコックが非難されていた当時において、ケリーは同様の非難がコミックストリップに対しても持ち上がることを懸念した。米国議会小委員会の前で、ケリーは彼のイラストと人間性によって委員たちを説得し、 コミックストリップは風刺の手段として安全圏に置かれた。ドゥーンズベリーやブーンドックスのような政治的論評を主題としたいくつかのコミックストリップはしばしば漫画欄ではなく社説欄や論説欄に印刷される。保守的な層は長期にわたってドゥーンズベリーに反対し続けており、最近では日曜版の漫画ページを担当している。 大手印刷会社にこの漫画の印刷を拒否させることに成功した。別の例として、社内政治を扱う漫画、ディルバートは、しばしば新聞のビジネス欄に印刷される。世界最長のコミックストリップは、ロンドンコメディフェスティバルの一部として、トランファルガー広場に展示された88.9メートルの漫画である。フロリダで展示された81メートルの漫画がこれ。 以前の世界記録であった。ロンドンのコミックストリップは15人の著名なイギリス人漫画家によって制作され、ロンドンの歴史を描写している。漫画家ルーブ・ゴールドバーグの名にちなむベ弁賞は、アメリカ合衆国のコミックストリップ作家にとって最も栄誉ある賞である。ベ弁賞は全米漫画家協会 NCS から毎年寄贈される。NCS の援助により、 今日のコミックストリップ作家たちは、市場縮小と新聞紙面でのスペース削減による衰退途上にあると考えられている、この表現媒体の熱心な宣伝活動を行っている。これらの宣伝活動の特にユーモラスな一例が、1997年のエイプリルフールに行われたザグレートコミックストリップスイッチャルーニーである。この日、大勢の有名、 コミックストリップ作者たちが互いの執筆する漫画を交換した。例えば、ガーフィールドのジム・デイビスは、ブロンディのスタンドレイクと、ディルバートのスコット・アダムスは、ファミリーサーカスのビル・キーンと漫画を交換した。1996年には合衆国郵便局がコミックストリップ100周年の記念ギテを発行するとで宣伝活動に協力した。 スイッチャルーニーは一回限りの宣伝企画であったが、漫画家が別の作者により創造された作品を描き、継いでいくのはアメリカンコミック業界と同様にアメリカの新聞漫画の伝統でもある。事実この習慣のおかげで様々なジャンルの人気漫画が数十年にわたって連載を続けられるようになった。これらの作品の例としては、 ハロルド・グレイによって1924年から1944年まで執筆され、その後は、レオナルド・スターや、アンドリューペ・ペポイラの漫画家によって描き継がれている、ショーナ・コジ、アニーや、ミルトン・カニフによって1934年に開始され、ジョージ・ブンダーに代表される一連の作者に引き継がれた、ペリーと海賊がある、ビジネス上の要請によるスイッチの位置形態として、 同じ内容の作品が別の題名によって続けられることもある。一例として、1940年代初期のドンフラワーのモデスト・メイデンズ・ウィリアム・ランドルーフ・ハーストの関心を引きつけ、2倍の原稿量によって AP 通信からキング・フューチャーズ・シンジケートに引き抜かれ、AP 通信からの法的措置を回避するためにグラマー・ガールズと解体された。一方、モデスト・メデンズは、 フラワーの画風をそっくり模倣した J アレンによって描き姿。現在では伝統的な新聞漫画のほとんどがインターネット上の公式サイトを持っている。シンジケートはしばしばそれらのウェブサイトで最近の作品のアーカイブを公開している。ディルバートの作者スコット・アダムズが自分の各作品に E メールアドレスを記述したことによりこの流行が始まった。 コミックストリップは、時事新報や、新青年などの第二次世界大戦前の日本の新聞や雑誌に翻訳掲載された。1923年から、朝日グラフに掲載されたジョージ・マクマナスの、親教育は、当時の日本の読者の間でも人気を博し、1924年には、朝日新聞社から2巻の単行本が発刊された。親父教育は、横山隆一。 杉浦幸男、阿麻生かといった当時の若手漫画からに影響を与えたことでも特筆される。特に麻生ののんきな父さんはそのスタイルにおいて親父教育の表現手法を大きく取り入れている。戦前の漫画家のみにとどまらず戦後活躍した手塚治虫のメトロポリスや不思議旅行記などの作品においても親父教育からの影響が散見できる。また、 アサヒグラフに連載された最初期の児童漫画の一作である、ただしちゃんの冒険。1923年はイギリスのデイリーミラー紙に連載されていた子供向けのコミックストーリーピップスクウィークウィルフレット。1919 19年に触発されて執筆された作品である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。